日本江戸の初期、悪く思うなよ。見つかると面倒なんでな。こいつは驚いた。大量の見張りだな。少し手こずるかもな。ここら辺は安全そうだな。だが念のため注意して進もう。暴作だらけだな。上様の次の攻撃に備えているようだな。最初の任務はあの門のところまで行くことだ。肩慣らしにぴったりだな。問題なく登れるだろう。急がないと上様の攻撃が始まる。静かに突入する。音を立てるな。6ヶ月もこの調子か。水のようにいつまで続くんだ。何か考えつかんだ。突入する。音静か。水が隠れた方が良さそうだ。上から攻撃だ。みんな集まれ。すぐに幕府軍の攻撃が始まる。心してかかれ。静かに。上で死んでいる。こっちはまずいな。突入する。道はうまくくぐり抜けるか、それとも暗殺するか。刃が血を欲しがっている。音を立てるな。安全には変えられん。個人的な恨みはない。水のように動け。門が閉められた。壁は登るには高すぎる。迂回しよう。今のは静かに。こっちも閉められたか。別の道を探すしかない。くそ。攻撃が始まったか。どうにか中に入らないと。いざ上様のために。ここまでか。逃げ場はないぞ。出てこい。死にたがりの侍か。乗りはせんが、今はあいつを利用するしかないようだ。助けよう。危なかったな。幼児隠れの術は剣術。手裏剣を使う。せいせいせい。俺がいただく。お主のおかげだったのか。名を聞かせてくれ。ちゃんと礼を言いたい。先に中に入れてくれないか。感謝されるなら面と向かっての方がいい。よかろう。門を開けて礼をいたそう。家来たちは死んだ。拙者も一歩間違えば同じ道をたどるだろう。我慢。一撃直ちに、終わった。向かっているぞ。死に立ち向かえ。この大砲使えるかもしれぬ。もっと良い道があるはずだ。かたじけない。
拙者は大城無限と申す。お主は伊賀の隼人だ。伊賀、なるほど。上様が忍びを雇ったと聞いていた。教えてくれ、どのような任なのか。ヤグラ門を開ける。正門をか。バカを申せ、要塞だ。中から開ける必要はない。火薬の樽が一つあればいい。そいつを置いてやるだけさ。容易ではないな。よかろう、お供しよう。そいつは水印を送ろう。ありがたいが一人でやるよ。何を言う。一人なら困難でも二人ならなんとかなる。そうだろ。一人でも大丈夫なんだ。まあ好きにすればいい。だが静かに頼め。わかった。伊賀の隼人殿、お主のやり方に従おう。門がある。ここから入るべきだ。門の向こうに護衛がいる。迂回して壁を登れる場所を探そう。壁を登るだと。鎧が重すぎるか。心配するな。中から門を開ける。目立つところに死体を残さない。侍や樽、家の中だ。忍びに教わる日が来るなんてな。戦闘か。終わった。そうだ。立ち風。そりゃ。刀が血を惜しがない。素晴らしい技だ、隼人殿。お主の班がもうないとは惜しいことだ。そうだ。あんたも思った以上にやるじゃない。ん？お主の不可思議な動きもなかなかどうして素晴らしいものだ。我らは勝利を収めるであろう。上様のために。いや、手に入れた。ギリギリだぞ。俺が音を立てる。気をそらさないと。あ、通さんぞ。大砲に注意しろ。いけないな。急ぐぞ。移動中、迅速に動け。刃が血を欲しがっている。我らの出番。上様のための刃。
なんてことはない。動くぞ。はあ、酒か。酒に飲まれよ。我慢できんだろう。ただ刀を使われば。死が訪れた。勝利は我らのものだ。見つかるな。通りすがりの者の道を探さなければ。素早く。いい思い出だ。あそこの者たちか。編笠をかぶっているな。奴らに酒は通用しない。職務を全うする奴らだ。承知した。早く警戒。誰も入れるな。俺が音を立てる。抵抗のために。せっか。上様のための刃。剣術撃たれるなよ。杯に泥な落としそう。マウスマン塔から発砲。誰かいるようだ。悪魔殿に違いない。第三部隊の射撃の名手だ。同志が二人来たか。ヤグラモンを破壊したいんじゃろ。なら老いぼれの話を聞いてみんか。頭を使えば火薬だる一つでヤグラモンを開けられる。門の近くに樽を置くんじゃ。わしが爆発させる。しかし直接通れる道はない。地上からではうまくいかん。矢倉門の上に続くはしごがある。力のあるものであれば樽を門の上に運び標的となる場所まで投げることができるじゃろ。わしの銃に狂いはない。それじゃあ次の俳句でも読もうかの。やるじゃねえかじいさん。ひょうきんな御仁ではあるが、我が兵に師としてお迎えしたこともある。兵の誰とて稚児のような扱いだった。こちら側についてくれて幸運だ。計画通りにしろ。報告せよ。兵を送って瓦礫を片付けさせろ。向かっているぞ。門につけ。おとりが必要だ。酒に一撃。我慢できんだろう。うん、終わった。戦だ。終わった。
前も入れるな。茂みに隠れているのか。大砲に注意しろ忍び足。撃たれるなよ。刀が血を欲しがっている。本を守るんだ。移動中気をそらさないと。そうだ、兵を送って瓦礫を片付けさせる。見つかるな。用事が来る。今のは迅速に動け。なんてことはない。報告だ。その辺りの隣を増員すべきです。そうか、気をそらさないと。門につけ。俺が音を立てる。報告するんだ。早速戦闘か。何か考えはないか。危なかったな。死に立ち向かえ。我らの出番だ。通りすがりの者だ。刃が血を欲しがっている。急が刀を使わねば。勝利は我らのものだ。まだいるかも。戦だ。門につけ。はあ、酒か。逆刀を使わねば我慢できんだろう。終わった。一撃。迅速に動け。刃が血を欲しが。ダメだ、できん。計画通りにしろ。手裏剣を使う。近道を探そう。せっせっせっ、もらった。道を探さなければ。何か考えはないか。撃たれるなよ。見つかるな。危ない。気をそらさないと。今のは何と。移動中守るんだ。素早く。ありだ。直ちにそこに向かう。栄光のため刀を使わねば。行くぞ。道を探さなければ。やったぞい。おお。とある峠をたった一人で防衛したことがあるそうだ。唐の銃声に対し死体は15見つかったらしい。それが本当なら俺は上様のお茶組に合格だな。ここで半分といったところか。うん、見事な腕力。ヤグラ門の上に樽を置く程度彼なら朝道前じゃろ。一撃。ああああ。
任せたい。我が主君の勝利なり。ついに戦乱は終結を迎える。やったな。だが分け前はあんたにはやらないぞ。構わん。だが全てが終わったら杯の一杯でも交わそうではないか。達者でな、隼人殿。拙者は戦いに戻る。いざ上様のため。やはり侍は死にたがりだな。歴史が変わる瞬間に立ち会えるとは、長生きをするもんじゃのう。伝令、伝令、大名ヤム様から北の塔を攻撃せよとのこと。お待ちください。ここは人がまだいるのでは。命令が聞けないというのか。今すぐ大砲を用意せよ。はい、すぐに。撃て。何を考えておる。うわ、